こんにちは、こんばんは、こんにちは。こんにちは、こんばん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 は。
韓国だったら一番代表的なものがチキンタンジョンって言って、ヤンニョムチキンと似てますけれども、こんなちっちゃいチキンを揚げてて、そこに辛いソースを絡めて、カップでくれるチキンポップコーンみたいなものなんですけれども、そのソースをちょっとだけ借りてきて、豆腐と合わせてみたら、それがまたヒットしたおかずになった一品なんです。熱々な豆腐なんですけれども、外側はカリッと揚がってて、その甘ったれのソースを絡めて食べると、最初の一口はおしゃれの酸味が、次はとろける甘みが、あと最後にはうんって振り向きたくない辛みが寄せてくる、やみつきのおかずに間違いないです。じゃあこれから豆腐の新しい世界、冷凍豆腐食べに行きます。必ず木綿豆腐使います。日本の木綿豆腐は韓国と比べるとちょっと柔らかいので、水切りしますね。この豆腐400なんだけど、皆さん 300g 使ってもいいですよ。どっちでも味付けは同じ分量でしましょう。大きなサイクロンに使うので、 400g だったら4等分、 300g だったら3等分すればいい気がします。ジョンジョン、同じ厚さにやってみましょうね。4等分ジョン。ここに持ってきたら塩をフリフリしておきましょう。皆さん、それでちょっと水も取るし、味もつけるし、両面全部やります。10分置きます。薬味としてネギとかあれば刻んで入れてもいいですし、うちはエシャロットの茎がちょっと残ってたので、味噌でよく食べて、こういう茎とかはスープとかにもよく入れてますけれども、今日ちょうどあったので、この豆腐干醤にもフリフリ入れます。違うことしちゃって20分置いちゃった。じゃあここに水結構出ましたね。これチンする方もいますけれども、チンより皆さん塩かけて時間置いた方が断然水出ますし、チンで加熱でちょっと強かったりしたらここ膨らんだりするので任せますけれども、私は昔からの塩振って自然に水足してます。捨てて布でもいいですし、キッチンペーパーで私水取ってます。ここにもやっぱり水がありますので、違うお皿にした方がちょっと面倒だけど確実ですね。はい、拭きます。上から軽く軽く軽く押しながら、どんどん今みたいに水出ます。どんどん取ってください。何回取ってもいいの。皆さん、なるべく片栗粉使いましょうね。なければチヂミ粉でもいい、天ぷら粉でもいいじゃないですか。じゃあこれ皆さんしっかりつけます。全面しっかりたっぷりつけてるでしょ。じゃあ固めに焼きます。片栗粉をしっかりつけたので、油もちょっと余裕持って入れましょう。両面が全部こんがり焼くようにしていきましょうね。日本の豆腐は柔らかいので、皆さん本当に割れないように気をつけましょう。こことかにもちょっとくっつくので、優しくちょっと取りながらやります。片栗粉全部つけて時間置かないようにしてくださいね。豆腐とかやるとき皆さんスプーンと箸あると楽ですよ。置かないように離しといて、今みたいに元気よく焼くようにしましょうね。弱火にしないこと、たまに飛ぶときあるので焼けど気をつけてください。外側の方が火が強いので、外側で焼くと皆さんもっとこんがり焼くよ。箸についてやったらやりづらいので、こういうのをどんどん取る。今皆さん大体ね5、6分以上やってます。結構じっくりやってますし、火は大体中火ぐらいでやってますけれども、いろんな面をこんがりするのでちょっと時間かかりますね。だけどやりながらやりがいは感じるんです。どん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 硬くなっていって香ばしくなってる豆腐見ると、なんか逆に楽しくなって疲れ取れますね。
このぐらいこんがり焼けるといいですね。ね、みんなね、皆さん結構いい色になってきた。で、皆さんも、今また喋ったから、6分7分頑張って。じゃあ、ここに皆さん、サクサク、結構丈夫な豆腐になってきましたので、このままごま醤油つけて食べてもよさそうですね。マッコリのおつまみだ。豆腐だと思えない。ここ、さっとかけたら子供たち、パクパク食べそうじゃないですか。じゃあ、ソース作ります。フライパン、このままやりましょうね。火消してあって、ちょっと熱いので、水先入れときます。あー、もう冷めた。砂糖、コチュジャン、コチュジャン、ちょっと膨らんでますね。大さじよりちょっと多め。醤油、ケチャップ、ケチャップがちょっと多めに入ります。ニンニク、ネギ、水飴入りますけど、皆さんスーパーに行くと今みたいに白い水飴売ってると思います。だいたい100円ぐらいで売ってる。それ使ってもいいですし、ない場合は砂糖倍入れましょう。水飴、2、沸騰する前によくよく混ぜておきましょう。今ね、私はこの香りでまたよだれがダブルに出てきました。ここに塩3本つまみ入れます。じゃじゃじゃーん、豆乳いいですね。皆さんごめんね、うちはここに豆腐ちょっと入れます。豆腐がまた合います。 だけどいっぱい入れないですよ。中国語ぐらい入れました。トロトロなってきました。トッポキはダメ、火が通るのが時間かかるので、いやー、こっちそうになってきました。いりごま、シュンシュンかけて、もう食欲出ますね。ピリ辛の中で甘いあんかけのソースが、 一口食べるとチョコレートみたいに口の中で溶けてて思わず目をつぶる癒される一品料理だと思います。今日作った豆腐感情、今の味付けで鶏肉もよくやりますし、トッポッキも揚げて今のソースでやるととってもいいおやつにもなります。どうですか？今日はお互いにビール一杯つぐように瓶ビル用意してみませんか？今日の疲れが 取れるはずです。また次回も会いに来ますね。皆さん今日もありがとうございます。クローン、안녕해요。